50代後半の男性ですね。まあ、先生がね、その、まあ、今後の世界の中でですね、資源不足、食料不足など、科学的に起こらないことが分かり安心できましたが、まあ、その先生がご指摘されている通り、それら犯罪的に引き起こしたり、誤った情報をメディアで流して、恐怖で洗脳する者がいない限りにおいてという条件付きですと。しかし現在はですね、グローバリストが犯罪的行為、悪行を行っていて、人類を家畜化しようとしていて、その不安が解消されていない方が多いと思います。この不安を解消する術があれば、教えていただきください。これが教育の第二テーマで、思考力なんですね。で、実は、メディアの間違った考えを、こう、まあ、僕らどうしても、目にしなきゃいけないんですけど、この点ではアメリカ人の方がまだ良くて、昔からアメリカ人は嘘の情報を聞いてるので、必ず情報について嘘か本当かを判定しながら聞いてますね。中国人もそうです。中国人も政府の言うことはもう全然信用しない。したがって中華料理が丸テーブルなのはそれだっていう人がいるわけですね。つまりなんで丸テーブルかっていうと、政府が言ってることとか親方の言ってることはみんな嘘だから。だから我々親しい人で丸テーブルを囲みながら料理を食べながら情報をもう一回交換せんといかんということなんですね。ところが日本はあまりに殿様とか侍が正しかったもんですから。それで情報が正しいと思ってると。私も NHK のニュースが嘘を言わないと思ってて、それで人生の方向を誤りました。今 NHK のニュースを見るときに、これは嘘だと思って聞いてるんですね、僕。で、嘘だと思って聞いてるっていう状態というのは日本人には理解ができないので、その頃僕がテレビを見ながらブツブツとまた嘘言ってんななんつうと、家族中が反対してました。だから現在では僕が嘘言ってるね、またつってもみんながその嘘を言ってるねというのを納得しながら聞いてます。だから、まあ日本人の場合はやっぱりそういうこう自分で考えるということを入れれば、まあ、不安というのはなくなりますね。思考力ですね。佐々木さん。はい。佐々木さんとちょうど沖縄行った時に去年の夏に、那覇空港晴れてるのに、ロシアぶりの映像が流れてたじゃないですか。もうなんか、ね、那覇空港大混乱みたいな感じであって、もう全然人もいなくて、ね、快晴だったんですけど、なんか、そのニュースの映像は石垣島の、映像を使っていたっていうね。だから、まあ、いかになんか、こう、誘導しようとすれば何とでもできてしまうというようなメディアですからね。それをこうやっぱ考える思考力さえあれば。それだから、あの時に、ちょうど僕のとこにメールが来て、先生、沖縄は大変で、今大変でしょうっていうから、那覇空港の、その、座ってるとこから空を映したやつを送ったらびっくりしてね、相手が、東京の人が。これ那覇空港ですかそう、 うちの父親もあの時は、今日はもう帰ってこれないね。ああ、なるほど。ヤフーニュース見て、帰ってこれないねって言って、いや、もう全然晴れだからっていう、そんな会話したのを覚えてますけど、まあだから、ちゃんと考える力を持つというのが大切だということです ね。はい。これからはもう、いや、これはね、僕は前から言ってるように、我々の国民の平均所得が460万じゃないですか。はい。NHK も TBS も今1500万ぐらいでしょ?やっぱりね、収入が1500万ぐらいの人が自分たちの地位を守ろうと思ったら、460万の人を騙しますよ。はい。だからそれはそれで、別に人間だからおかしいかなというわけでもないと。やっぱりそれは我々側がちゃんとプロテクトしなきゃならないってことでしょうね。そうですね。はい。見ました。はい、ありがとうございます。はい。はい、幸せ砂時計ではメルマガを配信しています。メルマガでは登録者限定の動画プレゼント、YouTube ライブやイベント情報などをお届けします。概要欄の URL をクリックしてぜひご登録ください。